第161回芥川賞が発表され今村夏子さんの紫のスカートの女が選ばれました今村夏子さんの紫のスカートの女が選ばれました芥川賞に決まった紫のスカートの女は主人公が近所に住む紫のスカートを履いている女性が気になり 自分の職場で働くよう仕向けて観察を続けるという、人間の執着心を描いた物語です。作者の今村夏子さんは、広島市生まれの三十九歳。二千十一年にこちら、アミコで三島幸男賞を受賞して注目されていました。芥川賞候補に三度目のノミネートで受賞となりました。